派遣委員は、司法訴訟に関する最高裁判所。派遣委員とも表記される。フランス派遣委員が置かれるパレド・ジュスティス・フランスでは、行政訴訟に関して、最高裁判所の役割を担うのは、国務員であるが、これと同格の機関である。派遣委員は常設の裁判所であり、パリのケド・ロルロージュ通り5番地、パレド・ジュスティスの中に庁舎がある。通常の裁判所と違うところは、 は判決を破棄するかどうか決めるだけで自決をしない。破棄委員は3つの民事部と社会部、商事部、刑事部の計六部で構成され、2014年現在は112名の裁判官が所属している。破棄委員は法律審を担当し、法律上の観点から判断を下す。破棄委員は原判決を破棄することができる。しかし事実認定に関しては、 下級裁判所の認定に従い、当該事実への法律の適用についてのみ審理する。他の裁判所と異なり、フランス全土で破棄委員は一個だけ設置されているので、法律の適用及び解釈の統一を図ることができる。破棄委員は、すべての裁判事件の終身裁判所ではなく、訴訟の種類や訴訟物の価学によっては、治安裁判所も終身裁判所となり得る。司法組織。 司法行政は裁判所構成法の外、次のような法令、命令に基づいている。ありがとうございます。